エースコミックチャンネル。おはようございます。ハル、ただいま出勤しました。あ、体調？おはよう、ハル。体調、今日はお元気がないように見えますけど、大丈夫ですか？何？少し体がだるいくらいだから。さて、行くか。隊長、体が異様に熱い。隊長、これは。なんでもない。なんでもないわけないでしょ。じゃあフレシアだよ。くそ、あんな奴に不覚を取るとは。ジャフレシア、毒液を飛ばして獲物を捕食する新種の魔獣。人間が毒を浴びると発熱、発汗、嘔吐などの症状を引き起こし、重症化すると死に至ることすらあります。何より厄介なのが、ジャフレシアの毒に対抗する魔法術式がまだ開発されておらず、浜の鏡でも打ち消せないということです。ただし、毒は浴びたが、その後すぐジャフレシアを倒した。本体を倒せば体内の毒も直に消滅する。しかし常人ならまだ動くことすらできないはずです。なぜジャフレシアの生息地に、まさか一人で。緊急性があり、難しい任務だった。他の誰に任せられる。とにかくどけ、仕事だ。こんな体で今日は僕が代わりにやっておきますので、隊長は休んでください。新人のお前に私の仕事ができるなんてうぬぼれるな。大体みんなが頑張ってるのに私だけ休むなど。いいからお帰りよ。他の隊員にも迷惑です。迷惑だ？お前勘違いしてないか。ジャフレシアの毒は人に感染するものじゃ。今回はそうじゃなくても、病でも出勤するのが美徳という気風の蔓延は百害あって一理なしです。そんなヘロヘロの人がいれば仕事の効率もチームの士気も下がる。根性論は古いんです。昭和ふ古昭和。失礼します。睡眠魔法、このバカ。無礼をお許しください。こうでもしないと隊長は言うことを聞いてくれませんから。こんな風に一人で無理を背負い込むこと、僕が二度と許しませんから。あれって朝の出勤ラッシュの中をこれで出歩くのは非常に目立ちますが、場合が場合です。カレンさんにはしばらく新人にお姫様抱っこされた騎士隊長として恥ずかしめを受けてもらいましょう。さて、今日は忙しくなるな。少し大変だけど、ちょっとだけやる気を出すか。そしてその日の夜、仕事を終えた僕は朝と同じようにカレンさんのお宅へお邪魔しました。順調に回復してるわ。あとはお願いね、ハル君。夜までありがとうございました、マドレーヌさん。よし、次は、まずは掃除だな。ブラックホークの激務を考えると普段の生活がおざなりになるのもわかりますが、これはさすがに残念すぎます。ケルベロスの部屋とかは綺麗にしてたのに、なぜ自分のこととなると途端に無頓着になってしまうのか。あ、わっ、ケルベロス、お前どうやってケージを出て。ん、手伝ってくれるのかい。あ、ぬいぐるみ、少し裁縫が甘いところがあるけど、もしかして自作。これどこにしまわれているかわかるかい。クローゼット。あ、へえ、カレンさんにも女の子らしい趣味があるんだな。汗すご、拭いてあげた方がいいよな。失礼します。
そりゃ見たい気持ちは山々ですが、本人の意識がない時にまじまじ見るほど落ちぶれちゃいません。こう見えて割と器用なので、ちょっと集中すれば目隠しをしてても汗を拭いて着替えさせるくらい。集中できないっていうか、これもし今目を覚まされたらかなりまずいんじゃ。なんちゅう夢よ。欲求不満。隊長、綺麗です。まるで大きな赤ちゃんだな。こら、ケルベロス。ああ、目が覚めましたか。隊長、ご気分はいかがですか。起きなくてよかった。ハル、お前、いや、それよりここは。ここは隊長の自宅ですよ。勝手にお邪魔して申し訳ありませんが、状況が状況でしたので。私の今日の仕事はどうした。ご心配なく。事情を隊の皆さんにお話しして少しずつ分担していただきました。特に問題なく完了いたしましたよ。そうか、みんなが。少しは部下を頼る気になりました。部屋、すっきり片付いてるな。お前がやってくれたのか。はい、忙しいのはわかりますが、少しは片付けた方がいいですよ。ふん、新人のくせに一丁前に私にお説教とは。って、部屋をきれいに整理整頓ということは。ん？ハル、そのクローゼット見たか？え、はい、まあ多少ですけど。でも別に恥ずかしいことじゃないと思いますよ。あのくらい別に。違う、あれは私じゃなくて、あいつ、マドレーヌにあんたも大人の女だからってそそのかされて持っていただけで。大人の女？ん？ぬいぐるみがですか？ぬいぐるみ？ああ、マドレーヌさんがけしかけた大人の女、クローゼット。ああ、そういえばぬいぐるみの他にあった気がするな。やけに派手なデザインの黒い布切れ。うわー、それ以上言うなー。おっと、これは勘でしたが、種類も当たりでしたか。なんとまあ答え合わせのしやすい反応でしょう。切る、今すぐお前を切ってやる。なーに、頭を真っ二つにかち割れば、いくら頭のいいお前でも。ちょ、それ記憶どころか命の灯火まで真っ二つに。問答無用。寝込んでたのが嘘のような身のこなしで襲ってきたカレンさんと鬼ごっこをしながら、カレンさんの勝負下着を最初に見るのはぜひとも自分自身であってほしいと願う僕なのでした。翌朝。隊長、おはようございます。お体はもう大丈夫なので。マット、迷惑かけたな。みんなで私の仕事を手分けしてやってくれたんだろう。うん、手分け。まあ俺も多少手伝いはしましたけど。ん？隊長、一体何者なんですかね、あの新人。お助けください。つみりは全て差し上げます。娘だけはどうか。数秒と持たずにダウンタ。大した用心棒だな。おい姉子、楽なもんすね、盗賊家業なんて。ええ、でも少々退屈だわ。チャンネル登録はこちらです。おすすめ動画はこちらです。グッドボタン、コメントも待ってます。